なんかこう、これ感謝の気持ち落ちてるみたいな感じになるのかな。夜にしか見えないって言ってたの。この周りには落ちてないのかな？おそらく。ちょっと上がっていって、クーコちゃんの、ね、お家というか、で、ママに大丈夫だよっていうのを言うのと同時に、それを探してみる？かな？どんな感じなんだろう。まあでも私最初このさ、ハートを回復するのもね、なんだろうこれはって思って触ったお花だったから、そういう感じになってるかな。なんかこう、パッと分かったらいいんだけど、ああ、花子は話はできない、人を襲うタイプの方だね。で、かーこちゃんのお家はどこなんだろうね。ちょっとこう回ってみたら、あれかな？ドアの前に書いてあったりするかな？ドルコの家。誰が誰かしら。こっちが、占い師、鈴葉の家。ちょっと行ってみたい。行ってもいいかな？ちょっと長らくお会いしてないけど。ちょんって座ってる。占いはしないのかな？お家ではね。お？なんじゃ？こんな夜更けに。夜は営業しとらんざよ。お昼にショップに来なされー。普通だった。 こうね、なんかこう夜な夜ななんかこう作ってそうじゃん。こう大鍋とかでさ。それ魔女か。ちょっとね、なんかそんなイメージあったけど。まあまあまあいいとしましょう。クーコちゃんのお家を探さないと。こっちじゃない。こっちは？この辺は？キコアの家。キコアの家があるんだね。道具屋コウキンの家。これでもあれかな？夜にしか、できないことがあるっていうことか。なんかみんな困ってることとかがあって、助けてあげて感謝の気持ちみたいな、ね、流れだもんね、今聞いた感じ。あ、もやもやしてる、もやもやしてる。ちょっと聞いてみよう、聞いてみよう。買わなかったらすごいムッてしちゃう人ね。よいしょ、あれ、喋れない。話す、話す。話す。あ、どうも、なんか用すか？ 買い物はちょっとね、迷惑だもんね、この営業時間外に。って用ないんですか？ちょっと不愛想？昼とは別の人かって。 まあ、一日中営業スマイルやってたら疲れるんですよ。これが本心か、なんて思わないでくださいね。まあ、それはともかく、もしかして夜の道具屋をご利用ですか？夜の道具屋？あ、初めてなんですね。まあいいや。うちはね、夜は買い取り専門なんですよ。お宝を買い取ってるってわけ。といっても、何でも買い取るわけじゃないですからね。こちらで指定したお宝だけです。それじゃ早速買い取りましょうかね。ちなみに今日買い取るのはトカゲの尻尾、闇の勾玉、ドクロの飾り、女神の落とし物、この4つですがどうします？困ってるっていう感じではないから今はいいかな。あんまりね、いろんなものないしね。あ、そうですか。ご縁、またご縁がありましたらどうぞ。そうか、まあ、オフも大事よね。そうよね。あなたは奥様。私は骨董品集めが趣味でね、この家にあるのはどれも貴重なものばかりさね。間違っても壊したりするんじゃないよ。これは、パンプキンバーと同じパターンかな。ごめんなさい、しようかな。ごめんなさい。そうよね。よくも私の大事な骨董品を壊してくれたね。こうなったら弁償だよ、弁償。そうだね。それはとても値の張る品だから、20ルピー前後もらうよ。
何？適当に計算してるって？バカ言うんじゃないよ。ちゃんと計算した結果に決まってるだろう。とにかくいただくからね。次やったら承知しないよ。あ、すごい。もう綺麗に片付いてる。ここが骨董品で合ってたんだね。とにかく目に入ったから。ここは？ここも？ごめんなさい。あ、大丈夫、大丈夫。で、次やったら承知しないよは、あれかな。お金、もし持ってなかったら、とんでもないことになってたのかしら。あ、でも他にちょっとできそうなのって、ないね、ないね。あれかな、あんまり、何回もやったらこれ怒られるパターンなのかな。夜の道具屋利用させませんなのかしら。それとも、なんかそういうので骨董品がなくなっちゃったじゃない、探してらっしゃい。まあ、ありがとうと言っておくわ、みたいな感じ？どうなんだろう？どうなんだろう？ちょっとこう、取り返しがつかないことになりそうだな。なんかこう、感謝の気持ちとは程遠い野郎だぜ、みたいなことを言われる可能性もなくはない。どうしよう。夜、ね、クエコちゃんのお家も気になるけど、せっかく夜にしてるから、ちょっと行ってみようかな。ここのお家はママかな。あら、リンクちゃんいらっしゃい。うちのキコアは学校でも頑張ってるかしら。これは特にこうなんか困ってたりとかしない感じだね。あら、リンクちゃん帰るの？もし見回り中のキコアを見かけたら声をかけてあげてちょうだいね。なんだろう、このお話を聞いてからキコアさん話したらまた何か変わってくるかな、もしかして。あとはここが薬屋さん。薬屋さんは開発途中の薬がいくつかあるんだよね。なんか暗いな。あ、もう寝ちゃってるとかそういうこと？なんだろう、あ、力関係が見えるな。ぐごごごごごごごぬごごめちゃくちゃ寝てるな。あー、子供がなかなか寝ついてくれなくてね、困ってます。母、奥さんはちょっと寝てるから大変ですね、かな。大変です。だけどね、こんな子でもそりゃ可愛いもんですよ。あなたも親としてこう思ってみたらきっとわかりますよ。あ、なんかこう助けてあげる感じではないか。こうなんかちょっとね、子守をするみたいな、なんかこうクエストというかがあるかなって思ったんだけど、そういうことでもない。こっち側はまあまあ行ったから全部じゃないけど、あ、そっか、あの子いるのか。猫！ああ！ちょっと体力を削られてしまったけど、ここは？開く。コウモリスルーしちゃった。ここは、どうなったの？あ、ここじゃない？もしかして。お、本当かい？空港のやつが見つかったのか。空見ろ。このスカイロフトには悪いやつは誰もいねえんだよな。あ、お母さん。クーコちゃんが見つかったの？そうね、親切なおじさんのところにいるのなら安心かしら。早く会いたいわーって。なんとなくそんな、お名前とか存じ上げない親切なおじさんのところに娘がいるのちょっと不安じゃない？大丈夫？それはスカイロフトマジックなのかしら。スカイロフトには悪いやつはいないから、大丈夫ということなのかな。では、とりあえずクーコちゃんが帰ってきてからなのかな、その感謝の気持ちもらうのかな。なんかこう、でもあれね、感謝の気持ちをもらうために人助けをするのもちょっとあれだけど、危ないな。もうちょっとあれ、この子あれだね、向こうにいたから
1匹しかいないと思ってたけど、何匹もいるんだね、この町に。猫とかそういうことなのかな、扱いとしては。犬とか猫とか、こう野生動物なのかしら。ここは、いや、よく来たな。スカイロフトの新旧アイドルのホームへようこそ。なんだ、私のことを知らないか。ちょっと存じ上げなくて、ちょっと目点になっちゃってた、今私。こう見えても、昔はスカイロフトのアイドルと呼ばれていたのだぞ。あ、それとも、現スカイロフトのアイドル、アズカリア・ジャクリーヌの父。と言った方が若いもんにはわかるかな。ははは。あ、この人がアイドルなのね。はあ、どこかに生かした人がいないものかしらね。素敵な恋をしてみたいわ。で、あなた、勝手に人の家に上がってこないでくれる？間違いない。間違いないね。人の部屋上がり込んで夜中にね。うん、でもこの人たちも困ってなかった。あとは、なんだろう。他は、この辺は商店でしょ？なんだろうな。もうとにかく、帰って、キコアのね、お母さんらしき人が、キコアに声かけてあげてねーみたいなこと言ってたから、それだけして朝にしてみようかな。あ、見回り中とか言ってたね。話す。やあ、リンクくん、夜道は危ないから気をつけてくれよ。僕はこの辺りを見回りしているのさ。夜になると魔物の動きが活発になるからね。一般の人たちを守るのが騎士の仕事だと思ってる。バイトって聞くのちょっと無粋な感じするけど、その考えはちょっと今なかったな。バイトだとしたら時給制度なのかしら。ちょっと聞いてみたいね、こそっと。バイト？リンク君、君は何のために騎士になるんだい？お金儲けのためかい？お金、噛んじゃった。お金に目がくらんじゃいけない。僕はね、お金よりも人々の喜んだ顔を見るのが好きだ。それが騎士の志だと思うよ。すごいいい人だった。リンク君もそのうち騎士の志きっとわかる日が来ると思うよ。お母さんのお話とかなんかこうあるかなって思ったけど、特にそういうことではなかったね。他にはね、特にこうできることがなさそうな。あ、そうだ、こっちは閉まってるんだった。見回りしてるということはなんかあるのかな。なんかある日が来るのかな、もしかして。剣道場は？剣道場ってどういう感じなんだろう。夜すごい夜な夜なスクワットとかしてたらどうしよう。あ、まあまあまあ、素振りしてる感じかな。リンク校長先生から話は聞いたぞ。ああ、これは前の話と一緒だね。そいつを持つようになった。いきさつを考えれば、うん、そうだね、そうだね。何も変わりはしてないね。守りの奥義も教えてもらったから。じゃあ、ちょっと自分のお部屋に戻って、朝にして、朝お昼にしてしまってから、あれかな、クーコちゃんのところに行こうかな。これってこっから行くのがいいかな。よいしょよいしょ。えい。なんかこう2階からしか入れないの夜不便だな、ちょっと。まあまあまあ、よしとしましょう。で、自分の部屋は1階だから、ぐるっと回って、降りて、どこだどこだ、あ、こっちこっちこっち。自分のお部屋で休みましょう。そして、盾を今度こそ買う。朝まで。
おやすみなさい。あ、ハート回復してる。まあまあまあ、これで、クーコちゃんのお家に行ったらいいのかな？でも感謝の気持ち、あれでしか、朝じゃない、夜しかダメって言ってたの。これ出てきたらさ、絶対この人と一瞬目が合う気がするんだけど。まあまあまあ、これで、お家に、クーコちゃんのお家を見るのと、商店に行ってみましょう。の前に、セーブをしておきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。